世界限定3000台、日本に240台しか入ってきてない車ということで、専用尽くしの外装をさらに今回カスタマイズということで、この辺ですかね。モード切り替えがないんですよね、うん、常にスポーツだ。硬い。硬いよね。はい、いきます。早い。あれ本当にこれコンピューターやってないですか。若干だって食ってなかったですよ、うん、食ってなかったよね。はい、やばい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 。早い。本当にあのトルクステアでこう加速していくときこうなりますよね。これは楽しいかもしれない。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がミニジョン・クーパーワークス GP 2020年式8300キロこちらの車両になります。何回目ですかね。もうそうですね、もうお腹いっぱいですか。もう2回目か3回目ぐらいの、まあまあそう言わずにね、はい、GP ということで、はい、もう車の仕様に関してはもう何度もご紹介させていただいてるん で、はい、まあ、純正の部分に関してはふわふわっとご紹介させていただいて、今回その貴重な限定車のいじり物ということで、そうですね、はい、カスタマイズした部分を中心にお届けしたいかなと思います。とはいえやっぱり珍しい車で、はい、今なんかプレミアついてるんですか。若干上がってます。はい、わずかにこう。そうですね。で登録台数が非常に少ないんですよね、うん、世界限定3000台、日本に240台しか入ってきてない車ということで、貴重な存在でちょっと値段が上がってるっていうことなんですけど、はい、まあ、特別装備もいろいろあって、ボディカラーがこの伝統のちょっと青みがかったレーシンググレーメタリック、あとは専用グリル、専用バンパー、あとはシリアル入りのフェンダーだったりスポイラーだったり、あとサスペンションも専用のものだったり、ブレーキも一回り大きいものが付いてたり、まあ、あとはホイールなんかもワンサイズ大きいもの、はい、あとはエキゾーストなんかも専用のものがついてて、もう専用尽くしの外装をさらに今回カスタマイズということで、この辺ですかね。そうですね、はい、ネクストイノベーションのフロントリップスポイラー、こちらがついてる。でミニも全部そうだと思うんですけど、この現行型 F 型になってからここのなんかこうすっきりしない感分かります、うんうんうん、あの BMW の M、 そうですね、 F 型の M と一緒で、はい、下つないであげるだけで随分印象違うなっていう。これが国産のリップのメーカーなんですよね、はい、でなんとこちら素材がアクリル製ということで、よくあるあのファイバーとか、うん、ああいう感じじゃなく樹脂でできているということで、非常にこうシュッとした、うん、そして厚みももう本当に最低限の厚みなんで、あんまりこう当てにくいというか、だからフロントはちょっと出てるんで、うん、こう下った段差なんかは少し気をつけていただく必要があるんですけど、こちらのリップがついております。これネクストイノベーション結構いろんな車ついてるの見かけますね。そうですね、うん、結構いろんな車種に対応してますからね。スーパーカーなんかでも結構支持されてるみたいで、非常に人気のメーカーのこちらのリップがついております。あとはこっちカスタマイズですけれども、クロスのナンバーステーが若干こう傾斜するやつ、まあ、若干そうですね、はい、こちらがついております。あとフロントのカスタマイズポイントとしてはこんな感じですか。はい、まあ元々エンブレム黒かったりとか、ヘッドライトも黒かったりするんで、まあ、リングも黒いですし、純正チューニングっていう感じのエクステリアになってくるかと思います。であとは早速横に回っていきましょう。今回大胆に限定車のホイールを車外のこの OZ のホイールに交換されているということで、はい、サイズに関しては大きく変えてはないんですよね、うん、サイズも225/35/18ということで、ただデザインが伝統の4本スポークからこちらのフィンのタイプのホイールになっています。で純正が単造ホイールでマイナス30キロということで、どっちかというとビジュアル重視、ドレスアップの方に振ってるのかなということですけども、はい、今回これ純正のパーツも全部あるんですよ。そうですね、全部準備は用意されているので、戻したいということであれば戻すことも可能です。お気軽にご相談ください、はい、そして組み合わせるタイヤの方がこれどこの、あ、ハンコックのタイヤです、はい、まあ、サイズそのまんまハンコック純正で入ってるけど違うタイヤで組み直してるってことです。あとはブレーキはミニのシリーズ最大級のこちらのブレーキがついてる。ミニとは思えないですよね。そうですよね、うん、そしてあとは車高の方がもともと GP で、ジョン・クーパーワークスより1センチさらに下がってるってことですけど、さらに今回ローダウンが施されてる、はい、これはカーペイのバージョン3でしたっけ。バージョン3ってことなんで、伸び縮み個別で調整できるタイプの車高調整式サスペンションが入ってる。これ乗り味に関してはこの後乗ってみたいと思います。だいぶ低いですね。そうですね、まあ、もうちょっと上げてもいいかもしれないですね。確かに、はい、まあ、元々ストロークがそんなにめちゃくちゃある感じじゃないんで、まあ、乗ってみて調整っていうのはいいかもしれない。その辺もこの車の際言っていただければ上げたり下げたりとかってできます、はい、こんな感じの足元になってます。そしてあとはもう専用パース盛りだくさんということで、まあ、デカールもそうですし、ちょっと飛ばしちゃいましたけど、このフェンダーに関しても、はい、先ほど話も出てましたけど、 i3 と i8 の
カーボンパーツの端材ですよね、はい、で作られたって。そして、2718ですね今回。そしてあとはルーフとかミラーなんかも専用カラーのこちらになってる。ここは変えてあるのかな、純正の。あ、そうですね。これ元から黒いんですよね、確か。そこは元々黒かね。なぜかここだけあれだよね。そうなんですよ、ね、元々はね。これしかも後出しだったんですよね、うん、途中まで設定なかったんですけど、オプションで出たんで、多分これ後から交換されて、それまではよくラッピングしてましたもんね。そうだね、僕の車もラッピングしてありますね。これラッピングじゃないんじゃない？違いますね、これはじゃないですよね、はいはい、純正交換の黒いモールになっております。そしてリアに関しても、まあ、ミニなんで4本通しでこちらのコイルが装着されてございます、うん、あと後ろも専用パーツ盛りだくさんということで、この GP のデカウィングと、うん、このちょび付きですよね、はい、この羽最初見た時はなんだこれと思ったけど、見慣れるもんすね。見慣れましたねあとフェンダーといい、ウィングだけだとやっぱりバランス悪く感じますけど、うん、フェンダーすっごいワイドになってるじゃないですか、うん、だからもう完全にこう一体感が出て見慣れた感じですけど、そしてテールに関してもその黒いトリムと、あとワントーン黒くなってるんでしたっけ、うん、こちらのユニオンジャックテール、そしてディフューザーも大型なものと専用のエキゾースト、はい、はい、こちらの、まあ、あとショートアンテナがちょこっとついてる、ね、あ、なるほど、はい、この辺なんかも除車外のパーツがついております、はい、続いて内装も見てみたいと思います。内装も少し手が加えてあるということで、なんとご覧ください、車外のフルバケットシートになっております。仕様をご紹介させていただくと、シートレールの関係でハンドルセンターがちょっとだけずれるんですよね、うん、これは乗ってみましょう。どうですか、確か2センチか3センチぐらいハンドルセンターずれるってことなんですけど、こちらシートになっております。そして他の部分に関しては基本的にストックということで、まあ、専用メーター、専用ステアリング、あとはマットがアクセサリーのマットに交換されてるんですかね。そうですね、これも純正があるということで、はい、戻すことも可能でございます。であとはドアシールだったりトリムなんかも専用のものがついてございます。内装のコンディションも非常にいいですね。いいですね、すごくということで、はい、なので、まあ、このまま乗っていただいてもいいですし、まあ、ノーマル回帰していただいてもいいお車になるのかな、うん、こんな感じの内装になっております。フルバケットに変えてあるからといってこうサーキット走ったようなそういう車じゃないので。あ、そうですね、はい、結構街乗りでもフルバケットシートにする方ミニの場合多いんで、おそらく街乗りされてた車じゃないかな、まあ、タイヤもそうですしブレーキも熱が入ってる。そうですね、まあ、おそらく街乗り車両じゃないかなと思います。このフルバケの乗り降りこれすげえ使いますよね乗ったら前にして、ね、降りるとき後ろにして、うん、うわー懐かしいフルバケ感、はい、何を隠そう、僕の前の車は2脚フルバケで、うん、2脚フルバケにするとミニの場合ダメなんですよ、車検が。あ、後ろに人が乗れなくなっちゃうからってんで、はい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 、で僕2名乗車にしましたもん、構造変更っていうか記載変更で。でもこれフルバケでも結構高いっすね、ポジション。そう、高いのよ。レールに関しては純正レールですけど、サイドのアダプターがなんかちょっと高いの使ってるのかな、うん、普通のね、ローポジションって感じしないっすね。スーパーローとかでねって感じっすね。やりたいけどね、うん、いいな、パドルと。はい、参ります。はい、音静かっすね、結構静かだよね、うん、まあここはちょっと手を加えたいかもね、ここいじるならもうちょっとバリバリ打ってほしいですね、うん、参りましょう。はい、トランクが開いてました。あ失礼しました。いやいや、やるよ。いいっすか。行きましょう。すみません、ニュース見ました？お、何の？ミニまたマニュアル復活するんじゃねえかって話が出てます。あ、そうなんだ、はい、すごいウェルカムなんですけど、うんうん、マニュアルがなくなるからって言った人にはすっごい申し訳ないんじゃないかなっていう。そうだねなんだよっつってなるよね。でもLCI、まあ、前期 LCI、LCI2 って微妙にこう仕様変わってるから音とかも全然違うんですよね、うんうん、LCI2 すっげえ静かになったんですよね、うんうん、そうだね。土初期と LCI でも結構音違いますけど、うん、硬っ、足硬っ最初ガッチガチでしょ。ガッチガチっすねまあこれは調整で合わせてもらうかって感じですけど、街乗りはこう結構腰やられますね、これ。来るだよね。フルバケなんで体と一緒にもう車と一緒に体が動く感じ。あんこのクッションがないからね。そうっすね。ただレカロのフルバケの中でも、あ、でも少し背中の張り出し強いかな、うん。フルバケもいろいろ種類あるじゃないですか、うんうん、僕の時一番猫背になる TSG って、うんうん、あれ2脚つけてましょう。アイドリングストップした、うん、精神衛生上良くないです。このセンターのこの、あー確かに結構ずれてますね。結構ずれてるでしょ。結構ずれてますね。
確かに、うん、いや全然運転できないとかするんじゃないですか、うんうんうん、だから気になりだすとちょっとそうですね、うん、癖の強いイギリス車かっていうぐらいちょっとこうなっちゃってるとこが、ね、結構ずれてますね。これレールとあれじゃないかな、もうちょっと調整できないかなこれって。多分ベースで少し移動はできずれないやつがあったんじゃない。フルバキはダメなのかな、うん、なんかもうそもそもスペースとあれの問題できないですよね。もしかしたらあるかもしれないです。ただ車検に保安基準に適合してる適合してないあるんで。なるほどね。共同検査がなんかしてとかなんかあったっすよ、ね、だレールも何でもいいわけじゃないんですよね。硬、うん、い硬いけど全力で楽しむならまあこれぐらいも。そうだね、はい、そして車はやっぱり軽いっすね、うん、なんか室内の消音材とかも結構省かれてるんですよね、うん、で僕いろいろ乗せてもらって四駆とか、まあ、ちょっとスポーティーな車とか試乗で乗らせてもらって、うん、改めてミニに帰ってくるとミニの FF の癖ってめちゃくちゃ強くないですか、うんうんうん、そうね、独特っすよね、うん、本当にザ・ FF っていう感じの走り、うん、だからこれゴーカートフィールってよく言われる、うん、いいな。そしてロードノイズも結構デカめです、うん、でステアリングのレスポンスに関してはかなりいいんですけど FF なんで独特なニュアンスがあります、うん、ただ僕はかなり楽しいと思います、うん、だから本当にワインディングみたいなとこもいいし、ね、あと結構あのジムカーナとかやってる人も多いですよね、うん、ミニカーと、ああいう本当にステアリング切り込んでってアクセルオンにしてみたいな、ああいう乗り方もすごい。だブレーキ効く、うん、これ手出すとじゃないですね番号は正直切り番が良かったから。まあねここ選べればねそうなんですよね、こればっかり運だからね。そうなんですよね、いやでも全然3000台限定。え、じゃあ001から始まってんすか。00どうなんだろうね。でも日本なんか2000万台しか見たことない気がするんですよね、なんか、はい、画像かな0032見て見たな。へえ、うん、それプレミア付きそう日本だよね、うん、確かに確かに日本だけかそうだね、日本走ったら逆にプレミア付きそう。モード切り替えがないんですよね GT、うん、そうなんですよね、常にスポーツなんですよ。硬い硬いよね、はい、ちょっとこれは調整したいね。そうですね、いきます、うん、早い。あれ本当にこれコンピューターやってないですか。やってないんじゃないかな。そのぐらい早いんですけど、え、若干だって食ってなかったですよ、うん、食ってなかったよね、はい、やばい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 早い、めっちゃ早い。こんな早いんでしょ GP って。いやじゃないかな、俺もそんなに何台も乗ったことないから。これ早い本当に。あのトルクステアでこう加速していくときこうなりますよねつって。これは楽しいかもしれない。まあそうやって遊ぶとなるとフルバケでもね。そうですね、うん、だ結構振れ幅大きい車だと思うんですよ、うん、ミニって。もう本当にガチガチにしてサーキット行く人もいるし、うん、もうめちゃくちゃ乗り心地よくする人もいるし、うん、でちゃんとそれに応えられるようにアフターマーケットのパーツがすっごい揃ってるじゃないですか。そうね、本当にね。だから月村さんみたいにもうベッタベタにしてもいいし、うん、本当に乗り心地よくして、うん、ちょっと可愛くいじって女性の方なんか乗られるのもいいし、ね、もうこの車みたいにもうザ体育会系でいじってもいいし。今じゃだって F55 とかもリフトアップとか出てたりするもん ね。すごいっすよね車の振れ幅も、うん、いやいいな。そして僕今回ちょっとずるい作戦思いついちゃったんですよ、うん、アフターパーツのパーツ結構ついてるじゃないですか、うん、アフターマーケットのパーツ、うん、純正パーツ全部揃ってるじゃないですか、うん、いやちょっとプレミアじゃないですか、うん、ノーマルに戻して、うん、外したパーツをゴニョゴニョして生産しようかなっていうそれも手だよねまあここまでやってこのまま乗るならマフラーは行きたいね。そうですね、うん、ちょっと静かだもんね。合うのがあるかどうかちょっと謎ですけど。あ、そうね、確かにこれだけスパルタンだとマフラー逆に静かに感じちゃいますね、うん、
全部純正だったらまあ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 って感じなんですか。そうね、座った感じとかこの硬い感じとかっていうのを体感しながらマフラーは静かっていうね。そうですね。あとタイヤももう少しソフトなやつにしてもいい気がします。これ今ちょっとタイヤの銘柄的なのか、まあ言っても多分2年経ってるからなのか分かんないですけど、少しこうグリップしなくてトルク性が 強くなっちゃってるんで、もう少しクッてこうクッて出る。いや楽しい。僕のあの乗ってた時思い出しましたもん。加速の時もここあいいな。いいよね GP は。歴代 GP はいいです。だって歴代 GP みんなあの残ってますよね、うん、価格やっぱり評価されてんだなっていう。だんだんマイルドになってってますけど、うん、そうね。ワンワンは半端なかったですもんね、うん、何これって感じなんですよ。ワンはびっくりしたな本当に。ツーもまあまあびっくりしましたけど、うん、これで来るっていう。まあワンはもうベースからちょっとね硬かったり。そうですね、うん、でもシートに関してはあのレカロのいいやつついてましたね、うん、あれ流用する人いたもんね結構ね。確かにすごい特別な存在なんでパーツ流用結構あるんですよ、うん、ただ GP に関してはパーツがほぼ流通してない。注文できないのかな、うん、だからこのフェンダー絶対流行るなと思ったけど、うん、やっぱりシリアルが入ってる関係か、ね、後付けにしてる人ほとんどいないんですよね、うん、なんかどっかのショップがつけてたとかっていうの見たことあるんですけど、なんかコンバで作ってるのいなかったっけ。それはあの業者さんが作ってました、うん、そうだよね、はい。でも月村さん知ってます、結構特別なパーツって外装だけじゃなくて見えないとこもついてるらしいですよ。あのフロントのショックにエアガイドがついてたりとか、ブレーキに風当てる、その辺はなんかどうもパーツで出るらしく買ったっていう人 の SNS で見たことありますね、はいはいはい、言ったらだってステアリングとかも全部この辺も専用パーツですから、ね、GP 一体って言ってる。こういうのも取れるのかな。チャタ版必要じゃないですか多分。車検証と、あと最近なんかそういう限定車とかってなんかその壊れたパーツの写真と一緒に本国に送らないといけないとかあるんですよね、うんうん、まあ、本国からしたらその絶対理由だろうっていう話になっちゃいますから、うん、あとそうそう今回の車はドライブレコーダーとレーダー探知機が、はい、ついてます。まあこの車ですからね、もしかしたらすぐ免許がなくなっちゃうかもしれないんで。そうですね、はい、つけておいていただいた方が。いやいいな、ミニいいんだよな。なんだかんだ ね、 そうですね、ミニはいいよね、うん、で意外にこの2人乗りですけど後ろあのちゃんとこの補強は前気味についてるんで、うん、荷物も積めるという、うん、これあれですかね、タイヤ4本積めるようにってことなんですかね。あどうだろうね、でも積める、詰めますよね、うん、だから自走でサーキット行ってみたいな、うん、ちょっともったいないかな240台だと。まあまあでもね、好きな人は全然行くでしょ。あとびっくりしたのは240台じゃないですか、うん、あんまりそんなにみんないじんないだろうなと思ったんですよ、うん、結構いじる方多いんですね、うんうん、特にあの F 型のその GP3 一番多くないですか。そうだね、1って本当にいじる方ってあんまりいらっしゃらなかったですよね、うん、GP は2もそんなにいなかったと思うんだよな、うん、3は特にちょっと金持ちの道楽的な金額じゃない、うん、あ確かに金額も高くなっちゃいましたからね、うん、ちょっと余裕のある方が遊びで買うっていうケースも多かったんですね。で、まあそうなるとねやっぱりお金突っ込む人もつぎ込む人も多いだろうし、だ結構いじった答え多いんですよね、うん、結構距離飛んでるのはまあ相変わらずって感じですけど、うん、乗れちゃいますからね。そうだね、で乗ると日常の足にいいじゃんってなるんですよね、うん、どこでも行けるし、前も月間さん言ってましたけど、なんかそのちょっと高級なとこ行ってもなんかミニだったら、うん、はい、そうだね、馴染むし、うん、逆にこう生活感あるとこ行っても全然こう浮かない、うんうん、確かに住宅地ロールストロイスが走ってたらえっと思っちゃいますけど。そうだね、ミニだったら OK みたいな、うん、都心の高級ホテルに乗り付けても確かになんか別に浮かないですよね、うんうん、ミニなんだって。静かだな。静かですね、うん、
もうちょっとバリバリはしたいですね。バリバリはしたいね、うん、この乗り心地とシートだったら、うん、足だけ残して、うん、他ノーマル回帰して、うん、はい、取っとくもよし、うん、はい、有効利用できる方に譲るもよし、うん、そうだね、はい、まあ、デカラは好みだからな。そうですね、だからこれ中古車市場で車探す時もミニってこういじってる車すごいじゃないですか、うん、だそこをなんかこう視野広げると、うん、いい車結構多いんじゃないかな、うん、特にうちパーツも厳選するじゃないですか、うん、謎なメーカーの車庫上の車とかあんまり置かないじゃないですか。そうだ、ね、あんまりっていうか全く置かないですよね、うんうん、だその辺を細かく見ていただけると、うん、あ、じゃあこうなってるかこうしようかなとか、うん、ノーマルパーツあるなし重要になってきますよね、うん、そうだね、大きいね。特にミニはね、もうパーツの選択肢が本当に広いので、同じ足組むでもね、もう値段やらメーカーやらそれ組んじゃったかとかってあるもんね。ありますね海外製のなんかドマイナーな車庫調とかもあるじゃないですかホイールもなんかこれ大丈夫なのっていう結構ありますからね。と思ったら結構一流メーカーがこうちゃんとしたの作ってたりとかしますからね。原稿ないですけど、だって仙台はアクラボまでありましたからね、うん、アクラボっすよミニにだ BBS も専用サイズ出してたりとか。そうだね、ありますから、うん、R50 が出た時に、はい、そのうちのオーナーズクラブの人が、はい、LM 履きたいって言うんで、はい、BBS に作ってもらったのがプロダクトになって。へー、なんか昔そういうのあったんですよね、うん、なんかまとめて何十台分とかだとオリジナルサイズが作れますみたいな、うん、何でしたっけ、アメ車かなんかもうなんかリクエストがあって作ったんですよね、うん、オーナーズクラブで。いや楽しいこれ、うん、早い、久しぶりに乗ったら。手出すとかな、ブレーキ効くのは効きますね。いやいい車だ、いい車だよね、はい、まあ距離薄なんで、うん、ガンガン走ってもいいですし。そうね、はい、まあ毎度言うけど、うちにある車は買っといて損はない車ばっかりだからねありがとうございます。よいし。じゃあ最後になりますけれども、はい、改めてやっぱり限定車で、特にメーカーチューニングとも言うべき、うん、こちらの車やっぱりいいなっていう、特別感もそうだし。そうですね、特に特別感っていう意味ではすごく特別感がありますよね。確かに、はい、もう集大成、歴代こうシリーズの集大成でやってきた車じゃないですか、うん、で今回あのモデル半ばで出してるんで、はい、この後気になりますけども、そうです、ね、この後出てきたとしてもかなりこう存在感のある車になってくるんじゃないかなと思います、うん、で今回あのノーマルパーツ一通りあるということなので、はい、その辺もご相談いただければ対応できますので、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はミニジョンクーパーワークス GP をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。